ラフェスタは日産自動車が販売していた7人乗りのミニバン。そのルーツは1982年登場のプレーリーにまで遡る。初代の生産は日産自動車九州が担当。二代目ハイウェイスターは松田からのバッジエンジニアリング車種となる。ムラーノの発表会場で同時発表された6車種の一つ。リバティの後継者である。 日産自動車としては初めて、ルノーメガアーヌと共通の CE プラットフォームを採用した。後席ドアには、仙台車種リバティと同様に、両側スライドドアを採用している。シフトワードは、前期型は、シフトオープンフィーリング、後期型は、シフトイージードライビング。スペースを確保しやすい、スクエアフォルムとして、窓を大きく取り、 電動シェードと UV カット機能を備えた大型サンルーフ、パノラミックルーフの標準装備などの工夫で、すべての席で開放感を高めているヨーロッパでは、プジョー307などで採用されたこの大型サンルーフだが、日本での本格的な採用は、クーペなどを除きほぼこれが初めてのことであり、初期コンセプトの核としてアピールされ、ライフスタイル提案型の車となった。 ただし、マイナーチェンジ後は、パノラミックルーフは、オプション設定に変更されている。発売当初は、グレード構成が20 S、20S、20M、専用の大型ルーフレール、フロントグリル、前後バンパーが装備された、プレイフルの3種類であったが、2005年8月のマイナーチェンジで、ハイウェイスターが追加され、プレイフルは廃止された。室内空間は、 箱型の形状とすることにより、ボディサイズが小さいながらも十分な広さを獲得し、3列目についても、パノラミックルーフの電動シェード収納空間により、頭上スペースは小さめとなるものの、足元空間については、クラストップレベルとした。また、センターコンソール上端には、3列目まで空調が届く、送風システムが、 標準装備されており、室内居住性向上への配慮がなされている。また、このクラスとしては静粛性も高い。リアハッチは樹脂製シー。形式記号は B30 で、全身のプレーリー・リバッティよりも形式上車格が上がっている。また、生産工場もプレサージュなどと同じ吸収工場で、ある。 初代では生産者の一部で不具合が確認されており、通称不具合3点セットと呼ばれていた。2013年1月24日、セレナラフェスタの2005年から2010年生産者の一部において、部品の摩耗、損傷による異常についての保証期間延長が告知された。対象は、フロントサスペンションメンバープルダウンロッド、エンジンマウントインシュレータの3点。通常、 新車からの5年10万 km の保証のところ、9年、距離無制限の対応となった。2代目、ハイウェイスターは、プレマシーのバッジエンジニアリング並びに、OEM 車両となり、全幅 1.750mm の3、ナンバー登録となる。日産にとって登録者の乗用車を、他社から OEM 供給されるのは、史上初となる。 エンジンは軽量化と低速域でのトルクを重視した新開発の MR20 で型直列4気筒2.0リットルエンジンを搭載。駆動方式は FF または 4WD でトランスミッションは駆動方式やグレードに関係なく軽い力で操作できる電動アシストシフト付きのエクストロニック CVT になり 20M とモデル途中から追加された ハイウェイスターには6速、マニュアルモード内蔵のバトルシフトを装備。また、サスペンションは、他の CE プラットフォーム採用者と共通となるが、補強は日産が独自に行った。さらに、ショックアブソーバーの設計などについても、日産独自に行われた。マツダプレマシー日産、ラフェスタハイウェイスターマツダプレマシーの、 バッジエンジニアリングであるため、基本的なメカニズムは同社そのものである。したがって、エンジンは、マツダ製の2.0リットル自賜並びに、MZR エンジンを採用。いずれの場合にも、日産のエンボス加工が施された、ヘッドカバーが装着される。サスペンションについても、プレマシー同様、フロントが、マクファーソンストラット、リアが、マルチリンク。マツダ車が、 ベースゆえ、ホイールのボルトピッチも通常の日産車とは異なり、P イコール1.5に、また、ホイールハブ系も、日産五欠車流儀の 66mm ではなく 67mm となる。イタリア語で、あの宿、休日、座楽しい出来事の意味。ありがとうございます。